お迎え渋谷くん愛の巣で、うぶきゅんな同性生活にも、んぜ。渋谷大会、京本大我が可愛い生き物すぎる。京本大我が主演する、ドラマ、お迎え渋谷くん、カンテレフジテレビ系の第9話が28日に放送された。以下、ネタバレあり。思いが通じ合い、晴れて恋人同士になった渋谷くん、京本と真中、田辺桃子。しかし、渋谷くんは今をときめく売れっ子俳優と会って、公の場でデートすることは難しい。マネージャーとしてスキャンダルを恐れた京子、長谷川京子は二人が会うためのマンションを用意する。事務所公認の仲となり、マンションで半同居生活をスタートさせた二人だったが、やっぱりうぶすぎて？なんだかんだありつつも、マンションで真中と過ごす時間に心が満たされた渋谷くんは人気、実力ともに急成長。世界進出を目指す京子の後押しもあり、どんどん忙しくなっていく。その頃、渋谷家では大好きな兄と一緒にいる時間が減ってしまった音夢、諸林芽が寂しさを募らせていた。真中は自分のことは後回しでいいので、音夢と一緒にいてあげてほしいと渋谷くんに頼む。すると、多忙を極めるスケジュールの中、渋谷くんは音夢と真中のどちらにも寂しい思いはさせないと無茶な行動をし始めて。今回は恋に不器用な渋谷くんと真中が床ドンやお休みのハグをするなど、うぶキュンなシーンが多く描かれた。放送終了後、SNS 上には、今回もキュンキュンがたくさんだった。真中先生にハグしてもらう、渋谷くんが可愛すぎる、床ドン返し、頭に手を添えてが最高にキュンキュンした、ハグがしたいですと言っているのに。結局ハグされている、渋谷くんが可愛い生き物すぎる腕枕のシーンはバラエティ番組で京本くんが腕枕をされたい。するのは嫌と言っていたのを思い出したなどの感想が投稿された。また、真中とのデート中、突然マンションを飛び出した渋谷くんが先生といると自分が抑制できなくなるので、先生を守るためにという理由で、自身を制御する手錠を購入してきたことから、手錠のシーン、本当に面白い、手錠のシーンが好き。二人の表情が良すぎて何度も見てしまう、床ドン返しする、渋谷くんの男感にキュンキュンした後に、手錠の下りとのギャップで死にそうといった反響が寄せられた。